こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンネタバレあり回でございます。はい、前回ですね、ネタバレなしで、動画出しておりますんで、まだ見てないよって人はね、ぜひそちらの方で一回見ていただければいいかなと思います。はい、じゃあここはね、ネタバレ全開でやっていきます。はい、見た人はね、よければコメント残してくれれば嬉しいです。それじゃあやっていきましょう。いやー、凄まじかったですね。見てる時より、見終わってからの方がなんか、あ、なんかすげえもん見たんじゃないかみたいなのを、とても感じてますね。はい。劇場出てからの方が足取りが重かった気がしますね。なんか本当に淡々としてたし、で、音楽もね、ほとんどループ、ほぼそれでしたね。いやー、ここまでループさせるかっていう感じ。だから、中盤ぐらいのところとか、めちゃめちゃ音ループ、分ぐらいしてたのかな、なんかそんな記憶があるんですけど、超長いモンタージュみたいになってたのかなと、めちゃめちゃ長いダイジェストシーンみたいな、イメージだったのかなと思ったりしましたね。本当に無駄がない。3時間半あるのに無駄がないというね、とんでもない作品でございましたね。まずね、最初のね、お政治族の人たちがね、あの、石油をね、掘り当てて、喜んでるシーンがスローで入るんですけど、そこでもう結構痺れるなという感じ。西部劇、開拓時代のアメリカの暗部、石油みたいに真っ黒でドロドロした石油に踊らされてる人にも見えるし、そのドロドロとしたものが降りかかってくる、お政治族に降りかかってくるようにも見えるという、このなんだろう、いろんなね、取りようができるシーンになってたなと思いますね、今振り返るとね。いやー、ここでもうすごかった。で、最初にディカプリオ、アーネストですね、あの人が列車を降りてね、歩いてくシーンがあるんですけど、あそこもね、カットというか、まあアングルがめちゃめちゃ懐かしいというか、うわ、スコセッシだなーって、なんかめちゃめちゃビシビシきたんですよね。言っちゃえば古臭いアングルというか、でも結構最近の映画だと、結構よりだとこんなね、ショルダーぐらいね、いっちゃうんですけど、結構バスト、ウエストぐらいでね、結構広めの絵で、止めてましてね、昔の古き良き映画みたいな感じの、雰囲気がありましたね。っていうのもあるんですけども、移動のショットとか、その後ね、車で移動していくシーンでね、空撮にこう、どんどんね、俯瞰の絵で広くなっていくシーンがあるんですけど、そこのね、めちゃめちゃスムーズな動きだったりとか、今の現代の技術で撮られてるシーンだなと思ったりして、めちゃめちゃこのいいところをね、両方撮ってて、これがすごく気持ち良かったなと思いますね。ネタバレなしの方でもね、言ったし、さっきも言ったっけな、どうだっけな。今作ね、ものすごく淡々としているというところで、会話のシーンがね、結構多いんですけど、会話のシーンもね、ほとんどカットバックしかしない。うん。余計な絵をね、全く挟まないんですよね。だからもう会話、二人の会話だったら、こっちの絵とこっちの絵、もうお手本みたいなカットバックしかしないっていうね、この男気会話のテンポと、デニーロとディカプリオの演技と、まあ、ショット、決まったショット。この三つがちゃんとしてりゃ、もう見れんだよっていうね、基本中の基本なんだけども、中身がしっかりしてると、ずっと見てられるんだなっていうのをめちゃめちゃ思いましたね。なんか今作の会話シーンはね、本当教科書載せていいぐらいね、お手本通りのシーンになってたなと思いますね。主人公のね、アーネスト、この人がね、モリーとの結婚でこう上がってくんだけども、そっからね、アーネストとキングの二人がね、金に執着をめちゃめちゃし始めて、こう、緩やかに下がっていくというね、ストーリー展開になっていたんですけども、緩やかに下がっていくきっかけみたいなものも、目立ったきっかけみたいなものがないんですよね。なんか日常の延長で殺しを依頼するっていうね、なんか普通に話してるけど、あれ、これ殺しの依頼してるよなみたいな、あいつとあいつどっか行くらしいんだよね、わかるよなみたいな、でその次のカットになってると、もう殺しに向かってるみたいなね、感じになってて、日常的に殺しが行われてたっていう演出なんだろうなっていう感じですよね。もっととんでもない、とんでもないというか、このさらっとやる感じがベテランたるゆえんというかね、うん、少ししたるゆえんなんじゃないかなと思ったりしましたね。うん、この余裕はね、できないですね。僕がもしやるとしたらね、めちゃめちゃなんかカット割りまくったりね、いろいろ足しちゃったりしそうですけど、もうなるべくなるべく削ぎ落とすというね。撮
人シーンですね。これもね、ガバガバっすね。もう本当に、それでバレないんだみたいなね。逆かよみたいな。ヤクザのぶっ込みかってぐらい、本当目立ちまくり。うん、普通に街角で殺ししてるっていうね、この日常の延長で起きてることっていうのがめちゃめちゃ怖かったですね。で、もうこんなにバレバレなのに街全体がもうお政治族を差別しててね、それでもう街ぐるみで隠蔽してるっていうこの怖さね、俺がマジでゾッとしたなという感じ。別になんか目立って口裏合わせしてる感じもないんだけども、暗黙の了解でこう隠蔽していくと、そして事態がねどんどん悪い方になっていくという感じでしたね。これはねほんと怖かったな。日本人からするとねちょっと分かりづらいワードが何個かあったなと思うんですけど、マリーがなんかお金をねもらいに行ってたと思うんですけど、そこでね、自分の名前言って無能力者みたいなね言ってたんですけど、それ何なんだろうと思ったらね、未成年と無能力者っていうね認定がされるとね、白人の後見人をつけなきゃいけなくなるらしくて、まあめちゃめちゃざっくり言うとね、なんでその後見人をつけられると、お政治族が持ってるね広い土地の、貸し借りだったりね売買、後見人が勝手にできちゃうっていうね、マジで人権が本当になかった当時っていう感じらしいですね。うん、歴史もちょっと調べてみると、マジで、うん、びっくりするぐらいね差別を受けてたなと思いますね。とんでもないですね。本当に知らなかったですね。後半の方になるとね、キングがね自らね仕向ける殺しの仕掛けというか計画がめちゃめちゃうまくて怖かったんですよね。またそれもお前んち今日11時頃に強盗入るらしいぞっつってね、気をつけとけよって言って、で他の殺し屋、前に殺しをお願いした殺し屋にね、そいつに強盗に行かせて、撃ち殺されるっていうね。自分は全く手を下してないし、指示も特に出してないのに、証拠が消えてるというか、それがね、めちゃめちゃゾッとしましたね。やっぱね、今作大きく取り扱われてたテーマとしてね、人種差別というものがね、かなり大きくあったなと思います。まあ、さっきも言いましたけどね、無能力者のところの話とか、会話の端々に出てくる、明らかに、お政治族のことを見下してるような、みたいなのを感じ取れるようなね、セリフがちょいちょいあったりする。それがね、アーネストとモリーが、会話してるシーンですらそういうのがあるというね、しっかりね、愛情がある、夫婦のはずなんですけども、やっぱ下に見てるっていうのがにじみ出てる感じがねすごくあって、それがねあからさまじゃなくてにじみ出てる、無意識に出ちゃってるっていうのを出すのがめちゃくちゃうまかったですね。デニーロもディカプリオもそうだし、脚本の段階からそうなのかなと思ったりしますね。やっぱ忍ばせるのがめちゃめちゃうまいなというところ、真ん中の二人デニーロとディカプリオを見てるとやっぱ人間の汚さっていうものはね、こんな汚いのみたいな、こんな自分たちのことしか考えてない人間がいるっていうか、いたんだなっていうのをね、もうびっくりするとしか言いようがないですよね。うん、とんでもなかったですね。でも最後ね、裁判になっていって、で、裁判が終わってね、そのアーネストとね、モリーがね、一緒に会うシーンがあってね、そこで自分に投与されてたのは、モリーがね、アーネストにね、何を自分に投与してたのかね、聞くシーンがあったんですけどね、ここもね、そこでアーネストがね、いや、インスリンだよって答えるシーンがね、あるんですけども、ここにね、めちゃめちゃそのアーネストっていうキャラクターの無責任さみたいなものが、めちゃめちゃ出てたなぁと思ったりしましたね。まあ、そこまでアーネストって基本的にね、キングの下で、キングの指示にそのまま従ってね、やってたんですよね。それでインスリンだっつわれて明らかに毒をね、注射させられてたっていうのもあったし、その後もね、法廷のところでも後にね、FBI となる組織、連邦局だったかな、はい、に従う形でね、やっていくという感じでしたね。自分でね、何かを判断するってことをね、一回もやってなくて、基本的に。もうほんと指示待ち中ですよ。はい。指示待ち中なんですよ、ディカプリオは。なんで、だからその最後の、そのインスリンだよって言ったところも、毒だって自分は気づいてたけど、インスリンだって言われて渡されてたから、インスリンだって言ったっていうね、感じで、責任感が本当にない男なんだなっていうのをかなり感じましたね。モリーもインスリン、本当のインスリンを投与されたことで毒だってね、分かってたはずだし、そこでなんて答えればいいかね、まあ
分かんないっちゃ分かんないですけど、なんですけども、確実に言えるのは陰寸だよっていうのは一番良くなかったんじゃないかなという感じでしたよね。一番最悪の選択を最後にしちゃったんじゃないかなというところでしたね。結局モリーとのね間の、信頼関係というか、その恋愛感情というかね、そういうものは本当にあったのかどうなのかっていうね、チューブラリンな、またね、この宿題というかね、この考える要素を残して終わるという作品でございましたね。で、最後ね、最後のラジオショーのとこめっちゃどうでもいいですけど、ジャック・ホワイトって言ってましたね。ホワイトストライプスのね。はい。めっちゃ似てるっていうか、ジャック・ホワイトだとか、どうでもいいですけど思ったりして。はい。で、最後の最後ね、スコセッシ出てきてね、ここで、めちゃめちゃハッとさせられましてね、スコセッシがモリーさんのね、その後のことをね、話してくれてね、ここで急にバーンとね、派手な演出が入ったんでね、かなりギョッとしたというか、びっくりしたのと同時に、で、音楽も止まってね、モリーさんの話をするという、その最後のシーンはね、かなり軽快にやってたんで、この切り替えですね、この緩急のね、切り替えの演出、めちゃめちゃ軽くやってますけどね、とんでもねえなと思ったりしましたね。うん。結局、スコセッシはね、そのモリーさんっていう人をね、描きたかったんだっていうのをね、かなり思いましたね、最後のところで。いやー、すさまじい作品でございました。うん。僕的にまだかなり消化しきれてない部分もありますんで、皆さんのね、どんな感想を持ったのかね、コメントの方で、もらえたら嬉しいですね。はい。はい、そんな感じですね。これ、クリエイターのネタバレかな？はい。次回はそれになると思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。 X もやってたり、各種音楽サイトで、デモ音源ですね、配信してたりしますんで、よければ、概要欄の方からチェックお願いいたします。それじゃあまた。